もう使っちゃったですね、1000兆円ものお金、まあ、これはもう税金で返すことはもうもともとできないんですよ。1000兆円でなくてもですね、100兆円でも結構打撃があるんですね。もちろん税収がものすごく増えたり、密かに例えば贈与税とかなんかなんとか税っていうのをものすごく増やして、国民を騙すっていう手はあるんですけど、やっぱり日本経済はダメになっていくんですね。じゃあ、税金を出したりなんかして払うっていうのは、大体もともと国民が預金してるお金をただ政府が借金してるだけですから、それをもう一回国民から取るっていうことだけでも非常に非道徳的ですよね。で、各、中央官庁のお偉方の局長なんかはですね、1億円近い退職金までもらってるわけですからね、自分で借金作っておきながら。ところが現実的にはですね、それじゃダメなので、黒田さんという日銀の総裁を起用してですね、税金ではない、さっきの言いました第二の方法を使ってるんですね。っていうのは嘘を言って消費税を取ってるわけですが、まあ、実際には、実はそれは何も支払いに当ててないで、日銀がお金を作って借金を減らしてるんですよ。だから完全に国民に嘘ついてるんで、なかなか普通の人は理解できませんね。普通の人は政府が実はそういう嘘をつくってことは全く考えてないんですよ。NHK が嘘つくとか、日本経済新聞が経済記事で嘘つくと、分かってて嘘つくってもう考えてないんですよね。だから理解できないんですが、実はこういう仕組みなんですね。国民が預金をして、預金のお金を銀行が政府に渡して、政府から国債という借金をもらって、政府は歳出してると。これをずっと続けたら、1000兆円になったと。で、銀行は今国債を持ってるわけですよ。実は我々が預金したお金を持ってるんじゃなくて 国債を持ってるわけです。返してくれるあてのない国債を今銀行は持ってるんですよね。だから銀行としては今まで随分政府に協力してきたのに、なんか最近政府がですね、当座預金の金利をマイナス金利なんかにして、えらくひどいなっていうんで、三菱東京 UFJ なんかは、まあ、国債を優先的に買うという今までの約束はちょっとやめますとか言って少し抵抗してるんですよね。だけど政府に抵抗するとね、政府ってのはヤクザ団体、詐欺団体ですからね、仕返し、江戸の敵をしか、あの、長崎で取ってきますよ。だから結構危ないんですけどね。まあその話は別にして、そこで日銀がですね、市中の国債を買い上げてるんですよ。これ何て言うかって、市中の国債を引き上げてるとか、日銀出動とか言って難しい名前を使うんですが、何しろ日銀がですね、国債を買い上げちゃうんですよ。日銀ってのは政府の子会社なんです。だから、政府の子会社、政府は金を作れないんですが、日銀は銀行ですからね、金を使えるんですよ。しかも、日銀の場合、誰も貸さなくても貸せるんですよね。だから、その日銀が銀行にですね、お金を渡して、1兆円渡して、銀行から1兆円の国債を買い取るわけですよ。この時のお金はですね、日銀が勝手に作るんですよ。日銀にある銀行の当座預金ですね、ただ三菱の当座預金っていうのがあるんですよ。そこの通帳にパソコンで1兆円って入れるだけなんですよ。簡単ですよね。入れたらバランスが合わなくなるでしょ。だから日銀の負債の欄に、お金を1兆円作りましたよっていうことを書いて、1兆円分の国債が来ますから、それで、国債ってのは一応債券ですからね、それで帳消ししちゃうんですよ。 マジックみたいでしょ。 お金を想像しちゃうからそれでいいんですよね。要するにもう一回、ここが難しいところですね。日銀は、いくらでもお金作れるんです。これはまあ政府もそうなんです。政府発行紙幣、政府発行紙幣、もともとよく考えてみますとね、まあ、江戸時代が終わって徳川の埋蔵金が全部なかったとしますよ。江戸城に全部踏み込んだらなんかお金がないと、まあ、全然ないってことなくてももう涙金ばかりだと。そうすると明治政府は今度お金が全部なくなっちゃうじゃないですか。したら明治政府が一番最初に発行したお金は何かっていうとですね、
単にお金を発行したんですよ。いや、当時ですから、100億円とか。なんかポンと、お札を印刷したんですよ、単に。だって、お札を印刷しないと、国内にはもう富があるんですよね。日本国内には、江戸時代が終わった後、例えば100億円の GDP っていうか、まあ、当時 GDP なんか言わないんですけど、まあ GDP があったとしますよね。日経は、だいたいどのくらいかちょっと考えてみましょうか。今日経平均の株価だいたい2万円ですよね。明治10年ぐらい、11年だったかに、日本の株式市場が開いたときは、今でいう日経平均はだいたい2円だったから、1万分の1になってるわけですね。ですから、今が日本の GDP が500兆円ですから、あ、500億円だ。だからまあまあ、検討合ってますね。明治維新の時には、だいたい日本には500億円の GDP があったんですよ。だから GDP が500億円あったので、500億円のお札を印刷しなきゃいけないんですよ。江戸時代のお札ないですからね。だからまあ、もっと細かく言えば、まあ細かいことが気になる人がいるでしょうから、まあ小判とかそういう金みたいなものが100億円ぐらいあったかもしれませんね、徳川幕府の。だからまあ徳川幕府のお金が100億円ぐらいあったとすると、まあ、それに400億円を明治政府が吸って、500億円にしとかないとですね、日本の GDP が500億円ありますからね、まあ別に1対1じゃなくてもいいって何回も言ってますが、まあ1対1ならですよ。まあ一応400億円吸って、それで明治政府をスタートしたわけですよ。明治政府をスタートするためには、まずお金を吸らなきゃいけませんからね。で、吸ったからそれが負債になるんですけど、それは日本国の負債として、書いておいてですよ。で、お金を資産の方に書いとけば、それで別にバランス取れてますからね。その負債誰も取りに来ませんから。だって日本の土地の上にある資産だからですね。構わないわけですね。まあ、いろいろこの資産とか負債っていうのはどっちに書くかっていうのはすごいめんどくさいんですけど、私は全部一応民間的な感覚で言ってるんですよ。お金を吸って政府の手元に500億円あれば、まあそれは500億円って使えるもんだから、これでいいよと。それから出したという、お札を出しましたよっていうのを、まあ負債に書いておくと。そうするとまあ、それを国民が何かの形で金に変えてくれとか言ってくることがありますからね。そういうふうな方向に、やってます。これもう本当に専門家でもね、どっち書いてもいいようなもんで、ちょっともう少しこれは、整理をする必要ありますね。まあ、簿記なんかも歴史的なものも随分ありますから、まあ、そういうものから離れたものも必要ですね。まあ、とにかく、明治とかそういうを始めるときは、すらざるを得ないわけですから。現在日銀が政府発行紙幣でもいいし、政府の子会社である日銀が銀行ですからね。まあ、通帳に1兆円と書き入れれば、信用創造でお金ができますからね。で、国債を現実的にこの場合は買い上げますから、国債を日銀の倉庫にしまっとけば、日銀に誰かが、あなた何もお金ないとこに1兆円出したじゃないか。いや、お金出したんですけど、どっから持ってきたんだ。いや、持っては来なかったんですけど、そのお金の代わりに1兆円分の国債が、倉庫に眠ってますから、それで大丈夫なんですよ、と言うんですね。で、今度は普通は国債が、例えば10年経ったら、その政府が買い上げなきゃいけないんですけど、なんだって日銀は政府の子会社ですからね、政府がですね、日銀に対して、まあそのままそこに置いとけよと言えばですね、それに従うわけですよ。そうすると、お金は発行できる。国債は買い上げるってことです。じゃあ本当のお金が次々と市場に出て、で国債だ、使えない国債だけがどんどん日銀に吸い取られるんです。で国債を買い上げますと都合のいいことにですね、利子も払わなくてよくなる。政府はですね、今まで政府は銀行に対して利子払ってたんですけど、利子払わなくてよくなるんですよ。ところが銀行が今度困っちゃうんですよね。今そういう状態です。今銀行が、何やってんのっていうわけですよ。だって今まで、民間がダメで、銀行一生懸命国債買って 3% 利子得て、その 3% を銀行の運営に使ってたのに、当座預金はマイナス金利にするわ。国債は買い上げるっつったら、銀行はどうすんのって言うんでですね、今まで協力してきたじゃないのっつって銀行は今危機に瀕してます。
したがって銀行の株価は下がっておりますということですね。